成22年9月19日日曜日、東京都港区にある笹川記念会館国際ホールにおいて、平成22年度全国剣士部コンクール決勝大会が行われました。このコンクールでは全国各地の予選大会の入賞者が一堂に会し、年齢別の5つの部門で剣部支部を競います。本日は昨日に引き続き支部青年の部から10名の方の支部と、幼年、少年、青年の各部門の入賞者をご紹介します。どうぞご覧ください。56番中川真央、領収紙。57番三浦千春、花鳥電工を下る。Oh.
58番香西美奈、立山を望む。59番おまがわり直子、領収紙。
60番後藤恵美子領収詩。61番、松本のり子、花鳥電光を下る。Oh.
62番佐治亜由子領収詩。63番多田麻衣子領収詩。
64番服部智美、花鳥電工を下る。65番、峰博美、立山を望む。
これまで6回にわたり、幼年の部、少年の部、青年の部の各部門の県部と支部をすべてご覧いただきました。それではこの6部門の入賞者をご紹介いたします。県部、幼年の部の入賞者はご覧の3名の方々です。県部、少年の部の入賞者はご覧の5名の方々です。県部、青年の部の入賞者はご覧の5名の方々です。支部、幼年の部の入賞者はご覧の3名の方々です。支部、少年の部の入賞者はご覧の7名の方々です。支部、青年の部の入賞者はご覧の7名の方々です。入賞者の皆さん、おめでとうございます。明日からはいよいよ一般一部、一般二部の県部と支部をご覧いただきます。お楽しみに。